皆さんこんにちは。こんにちは。ひらかたダッシュ公開生放送をとっております。こちらリビューイングリッシュ、私英語の先生マイティです。よろしくお願いいたします。はい、そして今日は、ゲストを迎えているんですが、そのゲストの前に、私の、パートナーをご紹介したいと思います。はい。ポーランドから来ましたイケメンロバートでございます。はい。そして真ん中に座っていただいてます。今回のゲスト、はい、地下アイドルプレンセスやすこさんです。どうもありがとうございます。今日も素敵なお召し物着ていただいてますが、はい。はい、これで売ってます。これで売ってます。若い人に負けないようにしようと思うと、派手な衣装で、女の子、若い子に負けませんってアピールしております。とても綺麗です。ありがとうございます。はい。で、普段はどちらでパフォーマンスされてるんですか？主に京都ですね。京都のライブハウスで、はい、歌ってます、はい。ぜひぜひ皆さんも見に行っていただければなと思いますので、また後ほど告知お願いいたします。はい、はい、よろしくお願いいたします。では、今から、ロバートと英語でコミュニケーションを取っていただきたいなと思うんですが、ちょっとロバートが、日本語理解はできるんですけど、なかなかこうちょっと喋るのが難しいということなので、この機会にぜひぜひ英語でお話をしていただきたいと思います。So Robert, are you ready to ask the questions? Sure. Yeah. So can you start? Okay. So first, I just wanted to start with saying that I love your outfit, crown and dress. ファッションもとても素敵ですっていう。Very nice. 天皇が即位されたから。ね、雅子さんがパレードしたでしょ。雅子さんがね、皇居の前をピューっと。So we had a parade to celebrate the new prince, right? So we tried to, yeah, wear that. Oh, nice, nice. それでティアラ。素敵です。And do you have any questions? Yes. So I've heard that you play guitar. ギター弾くんですけど。ちゃんと Aマイナーは弾けますよ。A マイナーは綺麗に音が出るんですけど、C は時々だんだん音が変わっていくんですね。それから F メジャー7かな。簡単なんですけど、難しいね、ギター。3年経っても弾けません。いつから始められたんですか、そのギターは。もう3年か4年やってるんですけど。So she started playing the guitar a few years ago, but it's really hard for her still. Yeah. But also, you're a singer. 歌手ですね。歌手。あ、アイドルはそうですね。いつから始められたんですか？アイドル？実は定年退職してから60歳を。60歳ですね。60歳です。So she started to be a singer since she was 60 years old. 60 years old. 60. Oh, okay. Okay, nice. もうね。I'd rather not ask. It's a little bit rude. 年何番って？ロバートさんの年は？ロバートの年ですか？ぜひ聞いてみてください。そんな、プリーズやね。教えて。How old are you? How old are you? 僕は30です。30。うん。倍以上ですよ。40歳の時に生まれたわ。私が40の時に。40? ああ、OK。14の時に、うんにゃーって、うんにゃんにゃーって生まれてる。Oh, OK。で、10年頑張っております。10年、よう頑張れたなと思って、みんなが助けられて、ここまで来れました。それは幸せと思います。ね。やっぱりあれですか、こうファンの方とこうコミュニケーション取られたりとかでこうちょっとパワーをもらってみたいな感じですか？そうですね、やっぱり見に来てくれるとテンションが上がって気持ちいいって頑張れます。 So she always gets the power from the audience. Oh, right, right. And with the idol, it's like you're performing in front of the audience, and then you have referees that judge you. ジャッジとかはないですよね。見に来てくれてるファンの方はもう応援してくださってる方ばっかり。応援してくれてるんですけどね。でもね。AKB みたいなこう総選挙みたいなのないですか？そんなんもう落ちます落ちます。若い人をめがけてみんな来るんですよ、ね、そこにちょっといるだけかな。やっぱその一緒にパフォーマンスしてる方は若い方が多いんですか？大学生ああ20歳です。でもなんかいいですね。なんかこうお仕事終わられてからもそうやってこう新しいこう楽しみというか新しい人生こう楽しまれてるじゃないですか。最高に幸せです。So after retiring, she tried to the new things as a singer, right? Yeah, so she enjoyed her new life. Oh, nice, nice, very good. It's always too good to enjoy new life and to change something in your life.ロバートは歌とか歌は何や歌は何て言ったっけな。歌はソングね。ソングか楽器は何やインストゥルメンタルはロバート。Like do I play an instrument? Guitar, but only chopper. Guitar ちょっとやってる。Yeah, very very small. Small ちょっと。歌は？No, I don't sing. You don't sing? No, I don't sing. I just play. 歌は歌わないみたいな。練習しましょう。歌いましょう。No karaoke. まだ30。13やった？30です。13。70は？17やね。ティーンでいいのかな？T ですね。17。40。40。の時間があるんですよ。ホーリーも暇やろ。40年間時間はありますもんね。So you have your time. 歌わなきゃ40まだ生まれる場合以上にやれるじゃない。うん、確かにね。歌はじゃあもう60から始められたんですね。そうなのよ。60からだから実はクオリティが低い。ごまかしちゃうな。クオリティが低い。楽しいのが大事です。楽しい。いいのよね。ね、難しいよね。ギターも3年やってもコード Am しか弾けないのよ。ね、難しいわ。ギター難しい。歌も難しい。ね。ああ、singing is hard. 初めて？ああ、right. Yeah. 英語も日本語も覚えないかんけど、ね、歌もギターもバッチリ。ロバートバッチリやで。イケメンはなんていうの？ You look nice. No, thank you. You look nice やから歌って楽器弾いたらバッチリスターのようになりますね。そうまだ30やし13。サーリー発音が難しいな。そやね、音楽もね、微妙に音がずれるのね。難しいですよね。発音難しい。そのロバートも今日本語を勉強してるんですけど。覚えてね、いっぱい日本語覚えて。So you study Japanese, right? I was learning Japanese by myself. Yes. 自分でちょっと勉強してて、はい。But just a little bit, like even less than guitar. でも、まあちょっと今回ロバートに来ていただいてこう英語でお話ししていただいてるじゃないですか。今まで何かこう海外行かれたこととかってありますか？海外ね、はい、実はアイドルなんだけど結婚しておりまして、新婚旅行で5カ国行ってきました。ハネムーン。you have been to the Europe countries for honeymoon. Yeah. To European countries. Yeah. Yeah. Which country did you like the most? 一番好きだった国はどこですか？イギリス。ああ、UK。イギリス良かったわ。ロンドン？ロンドンに行かれたんですか？ロンドン。行きました。UK ではこうどんなことされてたんですか？はい、ロンドン、イギリス行かれた時はどんなことされてたんですか？どんなんっていうかね。はい。イギリスの空港、はいはい、何の空港やったかな、イギリスの空港、はい、すごい、ハブっていうかね、ハブ空港だから、はい、1分か2分の間に飛行機がここも飛んでるし、ここも飛んでるし、ここも飛んでるし、ここも飛んでるしって、すごい、バスから、すごい飛行機飛んでるね。うんもう飛行機お好きなんですか？飛行機っていうかイギリスに着いた時の印象は、すごいなーって思った。もうほんま、あ、やっぱり、イギリスは大きい国なんやなーって。So when she arrived at the airport, there are many planes. So she was really surprised to see that. Wow, it's a big city. Yeah. 飛んでた。But like Tokyo is also very big. Yeah, it's one of the biggest city. Tokyo もすごいね、大きいですけど。イギリスはすごい。またちょっと違う。中華、大華っていうその大きさが違うわ。やっぱりイギリスは世界をこうあれしてね、こうした設計だって英語は。イングランドの言葉でしょ？あ、そうですね。はい。ポーランド。イギリスとポーランドったら、やっぱりイギリスが大きいと思うよ。まあ、ちょっとこう、イギリスのインパクトは強いですよね。海外でいうとこう、イギリスとかアメリカとか、確かに。日本人にとっては特にそうかもしれないですね。フランスも大きかったけどね。ああ、そうですね。広いからね。広いから。ね、まあすごいな、歴史があるなっては思ってきました。Do you have any questions? What kind of music do you sing and play? あ、どんな種類の歌を歌われてるんですか？明るい歌。明るい歌。明るい歌。ハッピーな歌で、なおかつ、なんていうか、悲しくない歌がハッピーなんだけど、まあ、基本、全部ハッピーエンド。ハッピーエンド。J-POP? J-POP、ポップミュージック。そうそうそう。J-POP。Do you have any, video to that music?Sometimes people do video to their musics. ああ、なんか PV とかを撮られてたりしますか？もちろんありますよ。検索すると出てきます。あ、それはどちら YouTube とかで。YouTube で流してきますね。So she uploaded the music video on the YouTube. On YouTube. Yeah. Oh, nice. 17曲ぐらい上がってます。17曲もすごいですね。あ、ちょうど今ね。音楽のお話出てましたので、近々なんかこう、ライブですとか、ありますか？はい、あります。ね、はい、12月28日に、はい、私が70歳になるんで、はい、それのお祝いの、ライブを、はい京都のボックスホールというところで、はい、します。あ、そうなんですね。お時間何時ぐらいかもですか？4時から9時まで。あ、土曜日ですけどね。4時から9時まで。4時から盛大なパーティーですね、もう。そうそう。すごい。バンドと、弾き語りと、それと、アイドル。はい、はい。それの中に、ちょっと怖い話を、怪談っていうかね、怖い、ドロって言ってたね。お化けって。ホラーでお化けいるんですよ。ホラーで、ゴーストですね。お化けゴーストです。ホラーもちょびっと入れてるんですよ。あ、そう怖い話もお話しされるんですか？歌を歌います。怖い歌を歌われるんですね。怖い歌を歌われるんですね。そうそう。あ、なるほど。女の子が殺されるちょっと怖いですね。めちゃくちゃ怖いんですけど、そんな悪いとこ、怖いところに行ったらいかんよって、こうアピールしてる歌です。で、ちょっとなんかこう YouTube とか見てから行かれるとより楽しんでもらえるような感じですか？そうやね。やっぱりね、歌歌ってる時にプリンセスプリンプリンとか言ってみんながわーって言ってくれるとコールですね。時々ね、リズム崩す時あるんですけど嬉しいです。でもやっぱ楽しいですよね、一緒にこうできると。ちなみにその YouTube のチャンネル名ははい、プリンセスやすこって選ぶと、出てきます。出てきますか。じゃあ皆さんぜひ見てください。はい。では本日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。また皆さんもよかったらライブ行ってください。はい、ありがとうございました。立たなくてもいいかな？どうもありがとうございます。